こと、おかえり。あ、ただいま。そっちはどうだった？こっちはハズレだったさ。そっか、こっちは2体取り返せたけど、まだまだだな。こっからもう暗くなるし、今日はこの辺で一晩明かすさ。さっき探すついでに薪やらなんやら集めておいたよ。あ、気が利いてるじゃねえか、香織。つうか、あの漁村に止めてもらってもよかったんじゃねえか。その辺は魔法の指示だよ。もしかしたらぬいぐるみたちが帰ってくるかもしれないからね。そっか、まあ海辺でキャンプってのも夏っぽくていいよな。で、その姫さんはどうしたんだ？姿が見えねえけど。ちょっと海でも眺めてくるってさ。朝抱いて向こうの方に行ったよ。変に落ち込んでねえといいけどな。君君、ちょっと頼んでもいいかな？魔法のこと励ましてやってくれないかな。大切なものをなくすのは心が痛いからね。君ならきっと痛いのを和らげてくれるさ。私がそうだからね。じゃあ真帆のことよろしくさ。私らはキャンプの準備をしてるからよ。もうすぐ暗くなっちまうから、それまでには戻ってこいよ。王子はん、呼びに来てくれたん？ごめんな、面倒なことに巻き込んでもうて。ランスロットにガウェイン、連れ戻してくれたんやね。ありがとう。うちね、落ち込んでるわけやないんよ。ただちょっといろいろ考えてしまうんよ。香織はんが言うてたやろ、大切にしてきたもんには良い魂が宿るって。それならやっぱりうちの思いが足りんかったんやないかって。うちはみんなとお話ししたりお世話したり大切にしてきたつもりやけど、それはみんなにはちゃんと届いてなかったんやないかなって。だってそうやろ、良い魂が宿ってくれてるなら悪い悪霊マジムンに取り憑かれたりせえへんやんな。今までうちがやってきたことは全部。え、どうしよう。なんでやろう、いろいろ考えてあんなに不安やったのに。王子はんに頭撫でられたらぐるぐるしてたうちの頭の中、心地ええ風が吹いたみたいやわ。締め付けられてズキズキしてた胸の中もあったこうてやんわりしていくな。ありがとうな。やっぱり王子はんはうちの大切な王子様やね。夕日が綺麗やわ。日が海に沈むんは物悲しいけど、隣に王子はんがおるだけで寂しくはないね。これはこれは、思ったより賑やかになってきはりましたな。周りを完全に囲まれてしもうてる。ひ、ふ、み、家
えんでもよさそうどすな。いなくなったみんな、ここにおりますわ。みんな、うちの声が聞こえてる？悪いことはしたらあかんよ。うちの思いが届くなら、マジムンなんかに負けへんで、戻ってきなはれ！姫さん！まこと？かおりはん？来てくれたん？戻るのが遅いと思って心配して来てみりゃ、ナイスタイミングだったみたいだな。お祭りみたいに賑やかになってるね。踊りたくなってくるさ。それはこいつらをどうにかした後だ。来るぞ、香織。分かってるさ。まことは、香織は。飯の準備はできてるぜ。さっさと仲間を取り戻して休暇の続きだ。まだまだ遊び足りないよ。みんな一緒に泳いで走って踊りまくるさ。行こうぜ、姫さん。行くよ、魔法。うん、にうちは仲間を持ちましたわ。近くの海だってのに、こんなことになっちまうなんてな。さっさとぬいぐるみたちを連れ戻して、姫さんを安心させてやろうぜ。ガイドいたします。Oh no!
かがですか？頭に重ねて重ね切りだ。光のご加護で攻撃します。全力全開プリンセスストライク。クールに燃え上がる砕け散るアルチューノ。いきます。サマーオルフェンブリッツ。はぁー、届けるわ。終わらせちゃいましょう。クールに燃え上がる超動物タイム。重ね切りだ。光のご加護負けないわ。どうだ。全力全開プリンセスストライク。準備ワンゴー。サマーオルフェンブリッツ。光のご加護砕け散る。アルチューノ。そうだ。超ドーブフェニックス。いきます。全力全開プリンセスストライク。ご飯ご飯。クールに燃え上がる。旗に立てます。光のご加護はっ。それいい経験をしたわね。次にも生かすわよ。やっつけちゃいますよ。ご加護味わいな。負けないわ。準備万端。旗にかけましょう。ほら超動物フェニックス。砕け散るアルチューノミックス。ご飯はいかがですか？よく。サマーオルフェンブリッツ重ね切りだ。へい、全力全開プリンセスストライク。準備万端。砕け散るアルチューノ。光のご加護はっ。畳みかけるわよ。逃がしません。よっ。超動物フェニックス。サマーオルフェンブリッツ。くせつきだれ。いきます。光のご加護はっ。私は全力全開プリンセスストライク。畳みかけます。え、畳みかけるわよ。決まった。砕け散る。アルチューノ。ほら、怒らないよ。光のご加護サマーオルフェンブリッツ。超動物フェニックス。全力全開プリンセスストライク。ご飯食べるな。ほら、お腹が空きすぎて動けません。飲食店へ参りましょうか。よし、水着に着替えたな。わざわざ海にまで来たんだ。何が起きてもいいよう、しっかりトレーニングしようぜ。